ドゥルンドゥルン。はい、ターミネーター。さあ、ということでやっていきましょう。今回はですね、タームの意味から学ぶターミネーターの真の意味ということで、早速見ていきましょうか。じゃあ皆さん、このタームっていう単語を見たときに、どういうイメージをお持ちでしょうか？むちゃくちゃ意味があって、覚えられないよってね、悩んでる方多いと思います。ですが、実はタームっていうのは、ある漢字一文字を覚えるだけで攻略できてしまう、むちゃくちゃラッキーな単語なんだよね。その漢字一文字では一体何かっていうと、これ。枠っていう意味。じゃあ本当にそれ知ってるだけで、こういった意味をね、全部マスターできるのかっていうのを証明していきましょうか。まず、用語。A medical term っていうのを見ていこう。medical term っていうと、医学用語っていう意味だけれども、このメディカルな枠内。つまり今回は病院という枠内を見ていこう。病院の中では何が行われているかっていうと、日常では聞かないような薬の名前とか病気の名前っていった風に専門用語がバシバシ飛び交うわけよ。そっから専門的な枠の中で使われるものっていう意味で、用語っていう意味がタームにはあるんです。残りの条件、期間っていうのはまさに枠組み感だよね。条件、この決められた条件でやってくれよっていう枠組み感だし、期間、この決められた日数でやってくれよっていう枠組み感なわけ。じゃあ残りのね、英熟語を見ていこうか。In terms of ほにゃほにゃ。ほにゃほにゃの観点からって意味だけれども、例えばね、あいついつもお金の観点から物事見よるなってことを言いたいわけ。In terms of money ってことを言うだよね。そっから、そういう人が頭の中どうなってるかっていうと、いろんな物事をお金っていう枠組みの中に入れて考える。そっから、In terms of ほにゃほにゃっていうのは、ほにゃほにゃの枠組みの中でから、ほにゃほにゃの観点からって意味になったわけ。二つ目。Be on good terms with ほにゃほにゃ。ほにゃほにゃと一緒に、グッドな枠の中にいますよ。そっから、二人は仲良しですよとか、いい関係ですよって意味になるわけね。最後。Come to terms with ほにゃほにゃ。このほにゃほにゃにはね、嫌なこととか悲しいことっていうのは来るわけ。例えば、ペットが死んじゃったとか、身内が死んじゃったとか、そういった悲しいことっていうのと一緒に、今回だったら、現実っていう枠内に向かっていく。そっから、悲しいこと、嫌な現実っていうのを受け入れるっていう意味になるわけ。じゃあ最後、ターミネーターの真の意味見ていきましょう。ターミネーター、僕らが普段目にするのは、こういうカタカナの形が多いよね。これをまず英語にしてみようか。ポポン。ターミネーターだよね。タームっていうのは枠って意味でした。後ろの OR っていうのは、ほにゃほにゃする人って意味だよね。そこから直訳すると、枠をつける人って意味になるわけ。意味でわかんないよね。つまりこれを説明すると、お前の人生はここまでだっていう風に、人の人生に枠をつける人。そこから人の人生を終わらせる人って意味になるわけ。こういうことをね、ちょっとしておくと、ターミネーターを見るときに、ちょっと違った角度から楽しむことができるんじゃないかなと思います。ではですね、皆さんとまた他の動画で出会えることを楽しみにしています。I'll be back!